ハレルヤアメン。ハレルヤ。映ってるのかな、映ってるかどうかがちょっとわかりません。ハレルヤ、映ってるでしょうか。ハレルヤ、映ってるんでしょうか。皆さん映ってますか。見えないな見えないな。映ってるかどうかが分かりません。よいしょ皆さん映ってますか。あ、映ってますね。あ、よかったよかった、大成功。はい、車載って難しいですねこれね、すごいなんか難しいですよ皆さん。はい、皆さん映ってますよね。全然目が見えない、画面が見えません。なんとか成功のようですね。はい、声はどうでしょうか。声はちょうどいいですか、大きすぎますか、ちょうどいいですか。私が運転してません。私はですね、助手席に乗ってですね、今カメラの方やっております。今玉川県を出まして、今町田の方に向かっておりますね。町田の方ですね。2年ぶり3年ぶりぐらいでしょうかね、天国までドライブこのままぶつかれば天国行くんですけど運転は人気のカリスマさんがですね運転してくれています。もう、最高の運転ですね。最高の運転です。はい、皆さん音はどうですか、ちょうどいいですか。音は画面が薄くなっちゃうのかな。はい、はい、今ちょっと太陽が眩しくて皆さんも眩しいんじゃないかと思うんですが、はい、西日ですね。西日、余計に見えないですね。ここは今町田の方を向かっています。玉川県と町田をこう結んでいる道路を走ってますね。あそこにカトリックの教会が見えます。右手ですね。もう観光バスみたいですね。右手を見てください。カトリック教会ですね。ここでカトリック教会ですね。はい、正面は、町田街道ですね。町田街道、観光バスのガイドさんですね。ちょっと回線がやっぱり弱い感じがしますね。まあ、なんとかできてそうですね。なんかパソコンが曇ってきましたね。これなんか曇ってるか、反射してるのかな。太陽光線で非常に画面が見にくくてですね、なんか画面見てると酔ってきますねこれね。画面を見ると酔っちゃいます。はい、もうすぐ町田街道ですね。ちょっと暑いので行きましょう。
ここはちょっとですね、誤作動なので信号が長いですね。私はあの町田生まれではないんですね。あの世田谷区で生まれて、10歳の時に町田に来て、もう50年ですね、53年町田にいます。目的地はですね、今のところあの町田近辺ということで、カリスマさんがあの気の向くままあの運転してくれますね。アスペクト比がちょっと間違っちゃったかな。アスペクト比がちょっと間違えたみたいですね。ごめんなさい。今町田街道を、左に曲がりました。小田急線の高架ですね。線をまたがって、で東名のインターチェンジですね。あの町田はあの、横浜町田インターチェンジという東名のインターチェンジが近くにあって、この町田街道をずっと行きますと、横浜町田インターチェンジに、行きます。だいたいここから車で20分ぐらいかかるでしょうか。車はベンツではないですね。次の信号をもし、左に曲がるんですかね。これを右に曲がるとですね、町田の109の方に行くんですね。町田の、なんていうんでしょうか、中心街って言いましょうか。ここを右に曲がりますね。町田にも109がありまして、渋谷にも109があるらしいんですが、町田の109の方に行きます。また西日ですね。町田は最近治安が悪いらしくて、西の歌舞伎町と言われていますね。新宿歌舞伎町の、まあ、こう規制って言いましょうか、何か規制があったらしくて、その歌舞伎町の関係者が町田とか八王子の方に来てるということで、町田がかえって逆に治安が悪くなったと言われています。でも私たちクリスチャンがですね、祈って、町田のために祈って、町田の悪霊を追い出してですね、町田が、その、西の歌舞伎町じゃなくてですね、まあそのいい町になるように私たちは取りなしをします。あ、次も怖い。ああ、これは車何でしたっけ。アクセラ。車はですね、アクセラという車ですね。アクセラ、ヨハネさんこんばんは。3年ぶりにですね、あの車載配信しています。まあ目的は車載も目的なんですが、やはり車載を通して伝道という感じですかね。まあ、車の運転というのはいろんなことを学びますね。やはりルールを守るとか、歩行者のことを考えるとか、対向車のことを考えるとか、やっぱり神の愛がないといい運転ができないということですね。交通ルールを守るというのはまさに、まあ、
イエス様のルールを守るという感じでしょうか。ルールを守った方が自分も安全、ね、他人も安全ということですね。人生の交通ルールが、まあ、イエス様の教えですね。イエス様の教えが本当の人生の交通ルールです。ここはですね、JR 町田の駅の近くですね。今この歩道橋がありますけど、この上ですね。この上に JR の駅の入り口があります。その駅前の広場の下ということですね。町田というのは小田急線と横浜線がクロスしていまして、で駅が一つならいいんですけど、ちょっと離れてるんですね。ちょっと離れて、本当は一つにしてくれた方が本当は便利なんですけど、多分そのお客さんをこう商店街に呼び込もうという不親切なことですね。いちいちですね、2、3分歩かなきゃいけないですね。2、3分歩いて乗り換えしなきゃいけないですね。はい、ここが JR 町田の駅近く、交番がありますね。そこを今左折しました。メインストリートですね、町田のメインストリートですね。左手にドン・キホーテがありますね。ドン・キホーテ、東急ハンズ、この左側が東急ハンズかな。それからまあ、前方、あれですね、何でしたっけこれは。ナビがですね、声出してびっくりしましたけど、イエス様がナビというタイトルでやったことあります。ナビが声を出しておりましてびっくりしました。ここにホテルエルシーという、町田エルシー、ホテルエルシーというホテルがありますが、ここを右に曲がりますね。そう、図書館ですね。よく知って、よく皆さん知ってますね。意外と近くの人聞いて、みんな町田近辺って書いたから、町田近辺の人がやっぱり知ってる人がやっぱり興味があるんですよね、やっぱりね。知らない人はもうその関心ないでしょうから、やっぱりちょっと知ってる人がやっぱり車載って面白いのかもしれませんね。全然知らなければあまり楽しくないかもしれません。はい、ここを右折して、また今度は横浜線をまたぎます。横浜線をまたぎます。ちょっとまた西日になりますね。そうですね。そしてここを右折ですね。ここをまっすぐに行くと、ヨドバシカメラですね。ヨドバシカメラ、結構大きいヨドバシカメラなんですね。カメラ、神奈川県、ここに川がありまして、これ境川と言いますね。この境川を渡ると神奈川県ですから、もうここが神奈川県ですね。ここから相模原市になりますね。その
境川っていう、まあ、小さな川があるんですけど、その、川が町田市と相模原市の境界になりますし、東京都と神奈川県の境界になるんですね。それで境川って言いますね。境川、この辺はちょっとですね、こうあまり風気上いいんです風気上悪いんですね、この辺はね、この辺でちょっと鳥なしの祈りをしなきゃいけないですね、この辺で悪霊を追い出さなきゃいけない場所です。あ、ちょっとプチプチになってるようで申し訳ありません。ちょっと回線の方が あんまり良くないかもしれませんね。そうですね、もう神奈川ですね。すぐ行くとですね、16号ですね、国道16号線に、ぶつかります。でこの16号というのは環状線ですね、その東京首都圏をですねぐーっと丸く囲っている環状線です。でこれを左に行きますね。16号は左に行くと横浜の方面で、右に行くと八王子方面ですが、今は横浜方面に曲がりました。新相談が未だに走っている16号そんなのがあるんですかね。この辺は並木道があっていい感じの道路ですね。16号は昔軍用道路だったので、道路の幅が広くて、そして並木道になっていますね。やっぱ地元なんでいろいろ知ってるんですね、一応地元の道路は説明しやすいですね。前の車映っちゃっていいのか、ナンバーが映ったらちょっと良くないのかもしれませんが、まあね、ナンバーで特定されるってことはまずないでしょうからね、まあ、そのぐらい仕方ないというか。まあ個人じゃないからね。そうですね、運転しているのはですね、もう名ドライバーの、カリスマさんですね、模範ドライバーと言いましょうか。皆さんこの車載配信でですね、運転を学んでくださいね。模範運転をぜひ学んでくださるといいですね。クリスチャンドライビングですね。クリスチャンドライビングね。
はい、本当にカリスマさんが運転してますよ。少し慣れてきて楽になってきましたね。最初の頃はですね、ちょっとこう放送うまくいかなくてですね、パソコンばっかり見てたのでちょっと気分が悪くなりましたけど、今やっと、ドライビングを楽しくなってきましたね。この辺りがですね、南町田になってきましたね。南町田、新しい町で、綺麗な町ですね。南町田ですね。田園都市線で南町田駅というのがありますね。この辺りはですね、もうすぐ先ほど言った横浜町田インターチェンジの近くなんですね。で、16号と246ですね、国道16号と国道246が交差しています。で、透明のインターがあるためにちょっと渋滞してるんですね、いつもね。暗くなる前にね、こう運転ができてよかったですね。これからだんだん暗くなっていくので、明るい方が楽しいと思いますね。横浜20キロ、横須賀44キロとありますね。大さんは44キロかけてくるんですね。横須賀から大さんは毎週日曜日車で来るんですよ。44キロ、すごいですね。皆さん、毎週日曜日44キロかけて大さん来てくれてるんですね。Q のナビ意外といい。 ありがとうございます。なぜ車載なのか、3年前に一度やったんですね。集会に行くときに1回やったんですが、それが1回目なんですね。今日でまあ2回目ということになるでしょうか。1回目もカリスマさんとしましたけど、2回目もカリスマさんと車載ですね。これから車載だけでいい？これから毎放送謝罪しますか。どこへ向かってるんですか。気の向くまま、タイヤの向くままですね。はい、足じゃないのでタイヤです。新幹線配信、そうですね、以前新幹線配信もしたことがあるんですよね。あと満員電車で配信したこともあるんですよ。今はもうできないと思いますがね。満員電車、勇気いりましたよ。満員電車で配信しました。新幹線もしたことがありますね。満員電車はちょっと勇気いりますよ、皆さんね。怒られそうですからね。地震配信もしましたね。311の時に小田急線が止まってしまいましてね。で、新宿で、まあ、こう、なんでしょうか、
動けなくなっちゃったんですが、その、まあ、その地震がもうすごくひどい地震だっていうことがね、津波があったってことを知らないでちょっと浮かれて配信して、非常に不謹慎でしたけども、それはちょっと知らなかったんですね。もうすぐ東京都に入るそうですね。あ、ここも境川ですね。これはさっき言った境川をもう一度通るわけですね。この境川を通るとまた東京ということなんでしょうか。満員電車でアーメンですか。意外と面白い企画やってるんですね。新幹線の中にね、 Wi-Fi があるんですよね。その新幹線の Wi-Fi 使いましたけど、やっぱり途切れ途切れでなんかうまくいかなかったですね。あの時の放送見てた。あ、たまには車載もいいな。エレベーター前で電気泥棒した時ね、よく覚えてますね。そういうことは忘れてください。もう僕としてちょっとですね、それは、まあ、電気泥棒って言えば電気泥棒かもしれませんが、まあ、あの時はもう緊急の時ですから、まあ、やむを得ないと思ってください。緊急時でありました。満員電車でワンダーホーと言ってた。そう覚えてないですね。青空いいですね。皆さん、青空はですね、天国を荒らすんですよ。皆さん、もう本当に雲が全くない感じですね。いいですね。皆さん、青空見て天国を思いましょう。皆さん、イエス・キリストを信じる人は天国に行けるんです。こんな綺麗な青空、こんな綺麗な青空、神様は私たちに天国においで、天国においでと、言ってらっしゃ、招いてる、いらっしゃるんですよ。多くの人は青空が好きだと思うんですが、それは将来ね、こんなに大きな空、こんなに綺麗な空、天国のような、空ですが、将来天国に行くことができますよ。何気に 生主らしいことしてんだ。青空なら立てないじゃないか。雲の上に立つので大丈夫ですね。皆さん、あの天国では多分雲の上に乗っかるんじゃないかと思いますので、雲の上に立ちます。電気盗んだ分お金を返しに行こう。盗んだ電気代返さなきゃいけないでしょうかね。車載のキューちゃんはいつもより面白いかも。電動詞じゃなくて、電電詞。電気を泥棒するという電電詞ですから。あ、そう、クリスマスさんの予定はですね、インターネットじゃなくてインターチェンジでした。インターチェンジで透明に乗るという予定だそうですね。1区間だけ走るということですね。車にスピーカーつけて布教したら、あ、それいいアイディアですね。皆さん、イエス様を信じましょう。車に運転してる人たち、イエス様を信じましょうね。いいですね。そういうそういう伝道してる人いるんですよね。何でしょうか、凱旋車みたいな伝道してる人たちいるんですよ。はい、今クリスマさんが映してくれてます。新鮮ギャーと言ってますね。はい、こんにちは、こんにちは。いつもと声が違う。リュウさんが来てくれたんですね。ありがとうございます。
どっかの博士みたい。髪の毛。柳生博士。ああ、柳生博士ね。はい。やはりジジイは手すりを持つものなのか。そうなんですよ、年取るとですね、なんか捕まってないと不安なんですよ。はい、あの、その何かこう、まあ、イエス様にしがみつくのが非常に大事なことなんですが、車でもしがみついてます。毎日こういう放送しましょう。今日は天気良くて良かったですね。場所が良ければ富士山ちょっと見えるかもしれませんね。今日は本来の巣が見れていいな。そういうのあるかもしれませんね。このパソコンの前でいる時と、こういう、まあ、アウトドアっていうんでしょうかね、外でいる時とちょっとやっぱり違うかもしれませんね。このアウトドアにいる時の方がやっぱり普段着になるんでしょうか。一応ですね、あのパソコンが1時間しか持たないパソコンなんですね。でもちょっと30分も過ぎちゃったので、あと30分ぐらいですね。 あと26分ぐらいしか、あ、まあその放送の方も26分なので、ちょうどあと26分ぐらいしかできないかもしれません。前の車に突っ込んで天国に行きましょう。いや、もうちょっと長生きさせてください。カリスマさん若いんですからね。私もまあいいんですけれど。天国は行きたいんですけれども、でも、もうちょっと伝道して、もうちょっとリバイバルを体験してから天国行きたいですね。何が何でも日本が救われてほしい、何が何でもですね、リバイバルが起きてほしいと思っていますので、まだ天国に行かせないでください。今のところ目的地はありません。気の向くまま、タイヤの向くままに走っております。今、16号線ですね。16号線、ちょっと混んでいますが、もうすぐ246にぶつかります。天国行ったら車あるんでしょうかね。孫悟空みたいに雲に乗って行くんじゃないでしょうか。ちょっと今トマトでしたけれども、また動きましたね。動きました。あえて動くという言葉を使います。方言を言うことによって非常に個性的になるのではないでしょうか。ガソリンスタンドで油数量しましょう。車にはガソリンが必要ですが、人間には油注ぎが必要です。燃料切れだと車は動きませんが、多くの人は燃料切れですね。多くの人は油注ぎの燃料切れで動きません。どこの方言？なんかあの日本中にあるみたいですよ。そう、長崎も使う？関西でも関東でも使うみたいですね。動く。北朝鮮じゃないですよ。日本語ですよ。
皆さんね、反日だって皆さん言ってますけど、とんでもありません。本当の愛国心ですね。日本が救われることを願うことが本当の愛国心ですよ皆さん。私はもちろん外国も愛してますよ、ね、韓国中国も愛してますが、もちろん日本人ですから日本を愛しています。愛してるから悔い改めを迫るんですね。愛っていうのはやはりですね、ただ日本の利益ばっかりを考えることが愛国じゃないんですよ。日本が正しい国、ね、神様にあって良い国になることこそ、それを願うからこそ本当の愛国なんですよ。軍事的に強いとか経済的に強くなればいいという問題ではないんです。神様に祝福されなければ日本は良くならないんですね。そういう意味で、クリスチャンとして、日本が悔い改めて日本の罪を許してもらわなければ日本の祝福はないんだということ、本当の愛国心を私は皆さんに伝えているんです。ぜひ分かってください。ネトウヨの人が本当の愛国心じゃないんですね。日本の未来をよく知っていて、いい国になってほしいという、それこそ本当の愛国心だと思いますよ。地震ですか？車乗ってると地震ちょっとわからないんですよね。車乗ってるとほとんど地震わかりませんね。茨城4、神奈川ちょい揺れ、最近ちょっと地震が多い感じがしますね。まあ、やはり小さい地震も意味があるような気がしますね。やっぱり小さい地震も神様からの警告ではないかなと思います。いつ大きな地震が来てもおかしくない状況ですよね。私たちはやっぱり神様からの警告として、やはり一人一人が悔い改めて、一人一人が神様に会って正しくなろうとする、そういう気持ちが必要ではないでしょうか。大地震来そうだ、神は脅さない。まあ聖書を読むと脅しというよりも警告ですね。警告、日本が本当にいい国になるために、神様は警告してるんだよということですね。はい、これが246ですね。これが246です。この目の前にあるこの、なんて言うんでしょう、立教っていうんでしょうか、これが246ですね。富士山の噴火ですか？富士山の噴火もですね、やっぱり警告だと思うんですね。富士山、まあ、富士山は綺麗な山ですが、やはりある意味では日本の、なんて言うんでしょうかね、傲慢さを表しているかもしれませんね。日本一高いという意味で、ですから神様はその日本の傲慢さを砕くというようなことがあるのかもしれませんね。警告というのはですね、どういうことかというと、私たちが本当に滅びに向かっている、日本が滅びに向かっている、本当に悲惨な状況が来るということ、むしろ警告するということは愛じゃないかと思うんですね。そうですよ皆さん、ね、これから危ないですよ、これからすごいことが起きますよというのはむしろ愛じゃないですか、ね、みんな多くの人は知らない、無知のゆえに知らなくてね、
この世界がどうなっちゃうか知らないわけじゃないですか。まあ、クリスチャンは聖書にそういう予言がありますから、クリスチャンは知っているわけですね。でも神様はその聖書だけじゃなくて、そのいろんな自然現象を通して、警告しているんではないでしょうか。あ、高速入りそうですよ。あと17分ありますけれども、高速に入るそうですが、横浜町田インター、横浜町田インターというのがもうすぐあります。はい、もうその入り口ですね。あ、まだか。あ、そうですね。ここまっすぐ行くと保土ヶ谷バイパスですが、ここで、横透明に入ります。これが変電車線を通行できません。コード01カードを確認してください。これがですね、横浜町田のフィルターですね。通行券をお取りください。通行券をお取りください。東京方面ですね。透明で、名古屋方面と東京方面がありますけど、今回は東京方面ですね。紅葉が綺麗ですね。透明に入りましたね。透明に入りました。結構飛ばしてるって書いてある。100キロ行ってませんね。100キロ超えてますか。105ぐらいですね。そんなにスピード上げてませんよ。透明は100キロ出していいんですね。透明は100キロ出せるんですよ。透明なので、ここまっすぐに行くと用賀という、とこに行きますね。そこから首都高速に入ります。ここは幸福というサービスエリアですね。そうですね、透明は3車線ですね。3車線キロだそうですね。
神の道とロードムービーをかけてるんですか。ああ、そうですね。私たちは命の道、命に至る道ですね。イエス様の道、高速道路のように突っ走りましょう、ね、信仰の道を高速道路のように突っ走りましょう。リバイバルの道ですね。そうですね、私たちの人生は、信仰の道を歩んでます。多くの人は不信仰の道を歩んでます。不信仰の道は、滅びに至る、地獄に至る道です。そして広い道はたくさんの人が通ってます。しかし、クリスチャンは、狭い道ですね。狭い道でも、狭い道でも命に至る、天国に至る道を私たちは歩んでいます。前にポルシェが走ってます。信仰の道もこういうふうに快適にね、走りたいものですね。信仰の道、高速道路のように突っ走りたいですね。次が東名川崎というインターチェンジがあります。そこで、降りる予定です。インターチェンジは川崎上りと多摩と書いてありますね。
電池が続く限り やります。じゃあちょっと延長しましょうかね。皆さん、まあ、電池もそんなにないんですが、もうちょっと延長してできるかもしれません。はい、出口に出ました。24時間ですか。24時間。このノートはちょっと古いノートで1時間ぐらいしか持たないですね。お疲れ様です。はい、500円でございますね。はい、すみません。はい、お願いします。500円です。ありがとうございます。どっちでしょうね。川崎と上りと結ぶような道路じゃないかなと思うんですが、以前来てもう忘れちゃいましたね。あ、これがナビがあるんですね。ナビがあれば道路が地図が出ますね。ちょっと延長しましょうかね。電池がもうちょっとありますので、一応延長しておきましょうか。大丈夫ですよ。はい、超延長しました。だいぶ暗くなってきましたけれども、自動になってるので大丈夫だと思うんですけどね。どうですか皆さん、ちょっと暗いでしょうか。もっと明るくした方がいいでしょうか。明るくすることもできます。どうでしょうか。明るくした方がいいでしょうか。このままでいいでしょうか。いいでしょうか。暗い。このままでいい。はい。まだ見える。ちょっとなんか下向きたくない感じなんで、もうちょっとこのままでいきましょう。どっち行くんでしょうね。大善寺がいいのかな、阿善野がいいのか。
なんか尾瀬寺の方が近い感じがするけど、どうでしょう。まっすぐ。何か喋らないといけないですね。ごめんなさい、そうですね、あと6分あと8分天地があと8分ですね。ありがとうございます。電池の方が今度あと8分なので、皆さんもうちょっとで切れちゃうかもしれませんね。大丈夫です。今日も一応9時から放送する予定ですね。今4時半前ですけども、9時からも放送する予定です。車載充電器？あ、車載充電器ってのもあるんですね。そうですね、普通ノートといえば3時間4時間持ちますよね、普通はね。ちょっとこれはフリーノートなので時間があと5分ないかもしれませんね。はい、あと数分でちょっと終わっちゃいますので、まあファイナルメッセージらしいことを言わなきゃいけないかもしれませんね。車でドライブする、ね、街をドライブする、郊外をドライブする、まあ、それぞれ良さがありますが、神様はその車を通していろんなことを教えているのではないでしょうか。あ、もうバッテリーダメかな、そうですね、はい、ごめんなさい、もうそろそろなくなっちゃうみたいですね。はい、それではですね、すいません、やっぱりちょっともうダメみたいなんですね。それじゃあ皆さんごめんなさい、これで放送終わります。すいません、また夜9時に、お会いしましょう。ありがとうございました。シャローンシャローンシャローン、シャローン、失礼します。